はーい、今日から新しく始まりました。ですね。google 検索でなんやかんや。笑いますよね。いや今日もねリスナーさんからですね。毎回毎回もうこう。新しいシリーズが始まりますよね。ってこういうあれ言われたんですけどですよ。 いや私は最近よよく調べるんですよリスナーさんからねあのいただいたこうあ私の,顔あのコメントは私のコメントは本当に短いんですよ。もうコメントくださったことは分かってると思うんですけど「コメントありがとうございます」えー、とかですね「いつもお世話になります」とか「励みになりコメントありがとうございます」それから「えー、昔の」 何年か前のですね。コメント頂い,いてとかですね。それぐらいなんです。ほんで、その後にこれからもよろしくお願いします。なんだけど。書の難行が書く間にですね。頭の中でですね。いろんな思いがバーって浮かぶんですよ。ほんで、あの特にえっと皆さんがえまあ。もちろん長いコメントはそうですけれどもあ、これはあのあれですねえ。開聞だけあ、そこからですね。226号線か。 この前はこの前はこの前の方だったですね。紫色桜漬け側ね。いや結構ねあの目立つ様子に鹿児島では桜島ですよ。やっぱりそれがあるとあここはどこだなっていうのはわかるんですよね。はい元に戻しますね。新しいシリーズはですね皆さんからいただいたコメントに限らずもう最近ものすごくこうあれを 調べるようになったんですよロックンロールの歴史とか自分がこう喋る中で間違いやないけ喋った後でですね、えー、こう確認をするんですよこれあのもう一回見直してですねその時あれこれ間違ってんじゃないけ、えー、例えばそのプレスリーのハートブレイクホテルと。 リトルリ・リチャードのあの何っけまあまあいいですが <laughs> それなんかがこう入れ替わってんじゃないっけっていうなんかこう順番がねでそれなんかをこうやっぱり調べるんですよグーグルで。そうするとですねいろんなあれが今まで勘違いしていたこととかですね知らなかったことがねどんどん入ってくるんですそ <laughs> そのたために、えー、ほららなんんかかれを喋りたいもんだからね とにかくもう検索すするんで,すで今日はですねさっきあれしましたよね、えー、昔のテレビ番組あ今日の場合あれですねアメリカの、えー、私,はあ私はね昭和22年生まれ1947年生まれですね今年7 7七のトゥンタラガラッと。<laughs> はい、えー、あれですよ鹿児島にまだあのテレビ放送はない頃 NHK もまだ映らない頃から生きてますからねで鹿児島にテレビが、えー、映り始めたのが私なんかが小学校の4年ぐらいだと思いますよ。まあ、それは別にして、えー、あ皆さんもあの検索してみてください。 ちょっっと待ってくださいねもうさっきねこれはもう今日言おうと思っていたから愛したんですけど「アメリカ合衆国のテレビドラマ一覧」そして「年代順」って言うんですよ「年代順」でこれが大事。ほんでこれを打ち込んでもらってですねそれをねぺこぴこっとするとですね「1950年代」と、えー、いうのが出てくるんですよ。 いあとから検索してください。から、声を見ながらあれしてくださいねあとからねほんでその中でですね「ローン・レンジャー」っいうのが一番最初出てくるんですよ「ローン・レンジャー」あれっけローン・レンジャーじゃん「タカラッタラッタらッタタッタラッらララッタラッタラッタラらローン・レンジャー」ちょっとけちょっと。 ちょっと待ってください、いや、こういうことですよ。こういう、あ、ちょっと変、どうせないが、ね、ちょっと待って、はい、ね。いや、なんでかというと。ローンレンチャー。いや、私は、あんまりテレビを好きじゃなかったですからね。ちょっと待ってください、ね、あの、どこを失礼という、あ、これで。ローン,レン、うん、れ、うん。ローンレンチャー。主題歌でいい、あ、曲っていうのがあった。ここ。

気持ちがですねいやもう最近ねどっかにねあヘッドホン感じしますからね新しい回路ができたみたいですよ。そいでこの『ローン・レンジャー』もねこれはアメリカのあれでフジテレビが日本のキー局になってますね。だから 49年ちは鹿児島にはテレビが映ってない頃だと思いますよ。ですからこれは要するにアメリカで放映された通りのあれになっていると思いますよ。ほんでですねいやあれですよあの <laughs> ただここね夏がか,かったってあれじゃなくて昭和22年生まれ以前前後でですねの方が どれくらいこのなんちゅうけ、えー、大体もうあの外国のテレビ,テレビ,テレビであの放映されるのはアメリカでしたからね白黒。で見るとですね私が知っているだけで言いますけど「ILOVELUCY」っていうのがあるんですよ。「ILOVELUCY」これはね NHK ってなってますがよ。ほんで アメリカで放映されたのが1957年知ってますかね誰けあの誰か有名な人はちょっと待ってださいねふうじゃねアイラブルーシーいやこういうことですよあのねちょっと待ってほいねアイラブルーシーあっルーショーだ日本じゃねルーシー,ショーだったですよ ルちょっと待ってねルーシ,ーシーショーいやあのあれがねちょっと待ってマイクとねあれがキーボードが四角てですねルーシーショーこんな簡単なほらちょっとね音がするかと思って。 ルシーショー、日本。日本。声優ですよね。声優。声優。あ、これ。いや、皆さんも調べた。高橋和枝さん。高橋和枝さん、あ。サザエさんの、あの方ですよ。 ほら、こういうふうにしてですね、えー、一つの何かをこう検索するとルーシー賞が、えー、NHK が放映しててほでその時の声が「サザエさんの、えー、かつ」あ サザエさんのささんんですねじゃなくてカツオさんでカツオ役をスタート直後から平成12年まで28年も、えー、サザエさんのカツオさんのカツオさんでカツオ役をした <laughs> これですよだからね私がこのアーカイブ動画であ今もこうあ,のあれですか動画見てませんからどこが映ってるか分かりませんけどね 検索することによってねネタがいっぱいできるわけです逆に私が全然今まで知らなかった私がですよあのですよ皆さん、えー、あサザエさん今もありますよねサザエさんのあの活躍をやられた方のお名前はご存知ですかって言うと YouTube じゃなくてあの Google で調べたんだけど 高橋和恵さんというう方だったでしょうで何年らあの、えー、その勝ツ役をやったと思いますかなんとですね28年なんですよ。ほんでこの方があっちる師ーショーまでいけるわけですよ。いやーいいでしょう。ですからね知る喜びしまあまあ知る喜びはいいんだけどほんだは次いきますかね。

たた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 たここはなかったあああのあれですよあの音痴はもう考えないでくださいねもうもうね音痴はですねはっきり言います音痴は神様から与えられたサイロサイですよしかもですよ途中からですよ途中から いや、その前はそんな歌うまくなかったけどあのあれですよ音痴でもなかったね普通えー、っとねまあ小中学校の場合の音楽のほらあの通知表っていうやつはあれはあの筆記も出てきますからね歌とか伴奏だけじゃなくてですよでも歌だけ言えばね「さん」もう自信を持って言います「さん」 誰も私が歌っても反応しないぐらいのあれだったですからねはい続きますよあたまにはどうも張りましょうかねちょっとどう頑張ますからね何分ぐらいしちゃったわけだここはどこけいや急にポッてやってもねわからないですよ三高線けちょっと待ってねいやわからない いや、このねあのどう、うん、今ありましたかね,ないかねああ分かった分かったあれですよ高木高木って書いてですよあの高城高いお城って書いて、えー、あれなんですけどねそこですよあれちょっと待ってくださいね今何分ぐらい行け15分ぐらい行け。 もううちょょっと進ましょうかね。いやあれでルーシーンシ、ローンレンジャーとルーシー賞シでこういうにしゃべるとおまかったその後ですね「スーパーマン」これあの見たことありますよでもね力を入れて見たことはないいやなんでかねあの今思うとこの頃そのテレビですよこれはあの。 外国、アメリカの,そのあれですけどもこういうのをきちっと見とけばね学校の勉強はせんかったけどこういうのねストーリーの成り立ちとかですねみんなと話をした時「おー見たとこっち」あ「スーパーマンも,もうお見た見たスーパーマンで覚えてるのはねスーパーだいっけ、 スーパーマンの…ちょっとっこれこれを調べてスーパーマン。スーパーマンはですね、台形…あれですよ、あのスーパーマンとはな何,何と新聞記者だったですよね。あ、クラウト・ケント。<laughs> わかります。いやこのクラフケンタンで、ね、あ,あれですよ忘れてただけでですねだけどあそうか新聞社の記者じゃらせんだったですかねほんでこういうのを思い出すと今まで全然忘れてたっていうかもう記憶にないと思ってたような記憶がですねふわーってどっかから、ね、浮かんでくるんですよ。 はい、いやいやあのねおまかせテレビをやってて皆さんからのコメントですよさっき言ったみたいこの前は「ニンニクという字が読めなくてですね何やろかいつて調べたこともありましたよちょっとまたあの映像に戻りますからねあそうだそれじゃあですね、えー、これぐらいであれでしょうか。 15、6分というのがいいところかもしれませんね。いや、このシリーズはね、また続けますからね。はい、ということでですね。わ綺麗ですね。しかしね、山肌が綺麗。えー、ということで、この動画この辺りでお開きになります。ありがとうございました。